はい、どうもこんにちは。アイテムイングリッシュのゆうたとタイラーです。よろしくお願いします。はい、今日の企画はネイティブから見た日本人が英語学習で伸び悩む理由5選。事前にタイラーに、なんで日本人の人が英語学習が伸び悩むのかっていう理由を事前に5つまとめていただいております。なのでそれを1つずつ紹介していきながら、ちょっとタイラーに、やっぱ海外だとどうかみたいなところとか、自分と比べてどうかみたいなところを今日いろいろ話してもらおうかなと思うので、ぜひ見ていっていただきたいです。お願いします。絶対英語力がアップすると思うんでね。まあ、そうだね絶対英語見るから。そうだね。で、一つ目はですね、思ったことを発言する習慣がないっていうことですね。そこどういうこと？いやそうね、自分アメリカの学校と日本の学校どっちも経験があって、やっぱり比べるとね、日本の学校の方の挙手率が低いなって思ったの。例えば、1+1=2。はい、これ分かる人？もう答え言ってるじゃん。あ、間違った。2+2 は、はい、分かる人？シーンってなっちゃうね。そうだよね、なっちゃうね。え、海外だとどんな感じなの？ちょっと聞いてみてよ。じゃあ1+1は、ガン！あ、間違えた。2+2じゃないの？え、でもね、俺も海外の人と授業を受けたことあるんだけど、なんか間違っててもめちゃくちゃ手を挙げるよ。そうだよね。だから分かってないってか、質問のなんかも8割ぐらい聞いたら手を挙げてる人多いよね。早押しみたいな。あ、じゃあ手とか別に挙げなくていいんだ。いや、でもそういう人も全然いい。あ、やっぱり挙げた方がいいと思うよ。でも、やらない人も全然いる。あ、そうなんだ。そう、いるいる。特に小学生とかだったらめちゃくちゃいる。俺も言ってた。あ、言ってる。アホみたいに言って間違って笑われるみたいな。え、さ、笑われた時にさ、なんか日本人だと結構、あ、ちょっと恥ずかしいから言わないでおこうみたいな。そうだね。あるんだけど、そういうのはないの？笑い飛ばす感じでいくのかな。いや、ちょ、やめてくれよみたいな。あ、間違っちゃったみたいな。ちょっとね、みたいな。あ、じゃあ周りも結構温かい感じ。別に間違ったとしても、別になんかこう何も言わないし、もう発言することの方がいいっていう感じなんだ。だって失敗して学ぶもん。あ、どうせろ。いや、もうその通りだなっていう。いや、本当に。え、逆にこう日本の学校に来てみてどうだった？そういうところからこう日本に来て。え、誰も言わないなって思って。気づいたら俺も死に染まってた。染まってたのか。いや、あげない。今絶対あげない。あ、そうなの？そう、絶対あげない。でもやっぱりそこで発言する量がさ、多いと少ないかによってやっぱり語学が発達するかとか全然やっぱ変わるじゃん。やっぱり変わってくる。アイテムの授業をするときに、一番最初に絶対言ってんの。なんで？緊張しないでとは、全然思ったこと言っていいから。なるほど。あとディスカッションの時とか、これもうフリーカンファセーションだと思って、本当にもう質問があったら言ってみたいな。その方が、するから。そうだね、そうだね。では、2つ目。2つ目。英語の発音を気にしすぎて、なかなか発言ができない。それな？それな。いや、俺も昔あったもん、これ。あった？なんか、海外の人にこれ伝わんのかなとかやっぱ思っちゃう。思っちゃう？思っちゃう。英語で、やっぱ自分の発音下手だなとか、TH とか発音できなかった時にさ、アイシンクって、あ、そう、沈んじゃうからって言われたこともあって、アイシンクじゃダメだからって言われたりとかして、やっぱ恥ずいから言わないみたいな感じもあって。だからそれは実際どうなの？聞いてて。いや、もし、うちのとこに留学生が来て、アイシンクとか言われても、俺は気にしない。あ、気にしない。だってゆうちゃんさ、まあ、もし大学生だとして、アメリカから留学生が来るじゃん。たしわみたいな言われても別にバカにはしないし、おかしいっていうか。確かにね、しないね。全然悪いとは思わないじゃん。確かにね、そうだね。なんか、僕自分だったら、あ、うまいな、頑張ってんな、助けようみたいな。そうだね、そうだね。そう思うんだよな。だから全然本当にその辺は気にしないでいいと思う。なるほど。まずは出さないことに意味はないから、まずは本当に全然文法とか、めちゃくちゃでも、まずは出すことが大事だ。さっきも言ったけど、失敗はマジでやった方がいい。そうだね。そうだね。俺いつも高校の時に言われてたのが、テストとかは失敗するものって言われてたの。あ、先生に。そう、受験で成功するためにいっぱいここで失敗して、成長して受験で大成功しようっていうふうに言われてたの。で、語学学習もマジ本当にもう、あマジでそんな感じ。本当に奇跡が出るくらい本当にそんな感じなの。確かに発音とかも言わないと伸びないもんね。練習しないとね。そう、じゃあもう間違っててもいいから、とりあえずもう発音を気にせずどんどん喋った方がいいってことだよね。そう、その時は友達が助けてくれるから、で、ちょっとずつちょっとずつやっていけば絶対伸びる。じゃあ3つ目。はい。まあこれも結構1番2番とつながってくるんですけど、笑われるくらいだったら話さない方がマシっていうメンタル。マジでよ、マジで。もう今日マジしか言ってない。いや、もうガチで
いや、やっぱりね、俺も本当にこれもう全部俺に頭回ってるんだけど、間違ってたらどうしようって思ったりもするし、あとやっぱ間違った時にさ、周りからさ、笑われるというか、さっき周りから言われ、笑われるって言ってたじゃん、アメリカでも、それがちょっとなんか嫌だなって思っちゃう。それをするぐらいだったら話さないでおこうかなって思っちゃうんだね。でもそこで話さなかったらどこで話すの？そうなんですよ。いや、自分も日本の、まあ、中高通ってたんだけど、英語の授業中、自分は、まあ、英語は、まあ、そこまで発音的には悪くないかなって。まあそりゃそうだね。だから、当てられて、例えば、あ、じゃあタイラーここ呼んでって言われて、あ、オッケーって言って、ババババババって呼んでたら、俺も笑われんの。なんで？え、発音が綺麗すぎてってこと？俺はなんてかわかんないけど日本のさ、言葉せであれがあるじゃん、出る釘は打たれるよみたいな。出る釘な、あ、面白い。出る釘は打たれるってあるじゃん。だからまあ、綺麗だったとしても汚くても結局笑われんの。なるほどね。絶対そうだと思う。え、その時にやっぱ俺らは恥ずかしいって思っちゃうんだけどさ、あ、そういう時はあんまそういう感覚にはならない？いや、思った。あ、思うんかい。思うけど、思うけど、もう全然やっぱりどんどん発言しようかなって思えるってこと。そうそう、今フランス語勉強してるけど、全然もう自分全く気にしないで、全然目立ってもちゃんと言うようにしてるの。やっぱりもう本当に何回も言うのも気にせず、やっぱ話し続けたりとかアウトプットをするっていうのが、まあ英語学習においては一番重要ってこと。そう、マジ相手がどう思ってるかを気にするかしないかで、本当に1と10ぐらいの差が長期的に出てくると俺は思う。絶対出てくる。そう、マジで出てくる。そうだね。もう、まらしいです。いや、もうマジで。4つ目、ナンバー4、英語を聞き流してしまっている。いや、もうマジでそれなすぎてちょっと帰りたい。いや、なんでよ。戻ってこい、戻ってこい。みんなが言うさ、英語のおすすめの勉強法ってドラマとか見てとか、音楽聴いて英語学ぼうとか言うじゃん。実際そうするじゃん。でもやっても結局伸びないなっていうことない？なんかあるね。見ても伸びないなって思ったりとか。そうだね、そうだね。実感あんまないって思ったことある？あらあら。やっぱり、まあ自分もたまにそういう話とか聞くけど、その原因は、だって なんだろう、聞き流してるんだよね。あ、ただ、どんな単語が並んでるとか、どんな文法が並んでるとか、どういう音のつながりをしてるんだろうとかじゃなくて、ただただ聞いてるだけです。そうそうそう。あ、なるほどね。それはちょっとまずいかなと思った。なんかどういう勉強法すればいいとかってあったりする？英語学習において自分がやった方がいいよと思う、そのドラマとか映画関係だったら、一シーンを選ぶの。もしくはまあ長くて1話でもいいけど、で、その1話とか1シーンをまず日本語字幕、まあ英語音声聞いて、なんだろうな、聞ける、なんか書けるもの一回書くのよ。ああ、じゃあどういう単語が出てるのかとか。そう、最後に英語字幕がなくても何を言ってるかが分かるようにしたらいいと思う。あの、じゃあやっぱりこう聞き流すとかじゃなくて、そのきちんとどういう文章でどういう単語なのかとか、どういう音なのかっていうのを完璧に聞こえるようにしていく方が英語学習だといいってことだよね。絶対そう。だって一回聞いて分かったわみたいな。確かにないね。絶対確かにそれはないわ。Netflixとか洋楽聴いて勉強するのは別に全然いいけど、勉強の仕方も間違えないでねってことだよね。そう、だただただ聞き流すだけだと別に効果はまあやらないよりはマシだけど、まあ全然やっぱ伸び悩むってことだよね。そうそうそう、そういうこと。なるほどね。最後5つ目。うそ、ラスト？ラストです。タイラーがくれたの5つだから。いや、俺じゃない。じゃあ、最後5つ目が、ネイティブの友達が作れないとか、あと英語を話す環境がないとかっていう、まあこうやらない理由を作ってしまっているということですね。やるやる詐欺ね。やるやる詐欺。よくね、よく聞かれるのがね、またいやどうしたらリスニングが伸びんのとか、ちょっとこのリーディング力助けてほしいとか、ライティングとかまずまず全部いろいろ聞かれて、まあ教えるじゃん。でもこうした方がいいよって言って、じゃあ頑張ってねって言うさ。でまあ後日ね、どうって聞いて、そしたら、いや時間ねえんだよなとか、バイト忙しいんだよなとか、ガルーってなるけど、24時間ずっとバイトってわけじゃないしな。そうだね。多分どこかしらでは10分20分だけども、どこかしらでは時間が作れるかなって思うのよ。そうだね、確かに。いつものスケジュールの中から、ちょっとこいつちょっと犠牲にしてもいいかなとかっていうのを探して、その中に英語学習とか入れると、本当に効果はあると思う。まあ隙間時間見つけて、まあやってねってことだよね。そう、ぜひやってほしい。やったら絶対役立つ。
まあ、今日のねこう話した5つをもう変えていくだけで も、うん、もう全然英語学習の伸びが変わってくるので、うん、ぜひ皆さんチャレンジしてください。マジでお願い、本当にやってみてほしい。1ヶ月だけでいい。コメント欄に1回コメント書いて1ヶ月後にコメントして、あ、自分の伸びとか見てほしくない？あ、確かにね。やってみて。じゃあぜひあの、うん、やってみるっていう人はコメント欄にあの頑張るっていう意思表示だけでもいただけたら、はい、あの僕かタイラーがコメントするので、うん、ぜひお願いします、うん、待ってます。じゃあ今日はこれで終わりです。はい、See ya! See ya!